こんにちは、マジル生活のマジです。本日はアレクサ活用の応用編、オリジナルスキルを作ろうをやりたいと思います。以前の動画でチャット GPT やノーションと連動できないの?というコメントをいただいていたので、スキルを使って連動する方法をご紹介します。そもそもスキルとは、ラジコでラジオを聞いたり、ピカチュウとお話ししたり、標準でもいろんなスキルがあって、自分で好きなものを選んで追加することができます。実はそのスキルは自分で作ることもできて、私も以前試しにアレクサからチャット GPT を使うことができるスキルを作ったことがありました。今日は新たにノーションとアレクサを連動して、運動内容と時間の音声トラッキング機能を作ってみたいと思います。アレクサについて興味がある方や、アレクサ持ってるけど何をしたらいいのかまだいまいちわからないなという方に、アレクサの可能性について一緒に検証する動画となっています。今回は以前作ったボイスフローとメイクという2つのノーコードサービスを使ったチャット GPT 連動スキルを改造して、ノーションと連動するものに作り変えたいと思います。ボイスフローでは、アレクサとの音声でのやり取りを基本的な流れを設定して、メイクではアレクサに話しかけた内容を使って自由自在に好きなサービスとつなげることで、その結果をボイスフローに戻すという動作を作っています。アレクサ、MGPT 起動して。マジルシ GPT だよ、どうしたの?面白い話して。あらあら、面白い話かしら。じゃあね、昨日、友達とカフェで遊んでたら、いきなりお店のマスターが歌い出して、みんなで一緒に踊っちゃったの。めっちゃ楽しかったよ。何か笑える話、聞いたことある?話してみて。他に質問があったら、何でも聞いてね。はい。このように、アレクサに話しかけてチャット GPT に質問することができます。会話の基本はボイスフローで設定した通りに流れていって、メイクに渡してからはチャット GPT に接続して返ってきた内容を返しているので、この部分をノーションへの保存に変えることができれば、今回作りたいスキルが作れるはずです。今回私はフィットネスや運動をした際に、その内容と時間についてアレクサに音声で伝えれば、ノーションにメモとして追加していってくれるというものを作りたいんですが、皆さんはアレクサでこれができたらなということはありませんか?アレクサに関わらず、カスタマイズや暮らしの DIY って実行するのは結構面倒なことが多いんで、なんとなく欲しいというものよりは、まあ、これなら苦労してでも実現したいというものに挑戦したいなと私は思っていたりします。今回のノーション連動運動トラッカーは、私がずっと欲しかったものなんですが、ノーションとの連動は一度やってみてうまくいかなかったということがあったので、今回はアレクサの可能性を探求する意味でも再度挑戦してみようというふうに考えました。それではまず、どんな手順で作るかを考えます。作業1は、各情報を複製しようと思います。スキル、ボイスフロー、メイクを複製して、チャット GPT の連動から、ノーション連動に基本情報を変更する。ここでは実際つながずに、まずは情報を変更するということになります。そして作業2は、一旦ノーションとの API の接続はせずに、複製したセットを使って動作させる、動かすということをやります。全部を変えてから動かしたときに、動作しないっていうふうになると、何が悪いかわからなくなるので、少しずつ確実に動かしていきます。作業3は、メイク上でノーションとの接続テストをする。ノーションのデータベースとつなげたり、テキストを更新したりすることはできるのか、できそうなのでちょっとやってみたいなと思っているんですが、実際はどうやったらできるのか、何ができるのかっていうのはまだ分かっていないので、ちょっとやりながら勉強していきたいと思います。作業4は、作業2と3の結果を合体することです。そして作業5は、その合体した完成物をテストするということになります。このような5ステップの作業で進めてみたいと思います。作業1、各情報の複製。まずやってみたらスキルの複製はできませんでした。そういえば、ボイスフローでアシスタントを作り、パブリッシュすることで、アレクサデベロッパーコンソールにスキルが自動でできるというのを思い出しました。なので、ボイスフローとメイクを、まずは複製して、ノーション用に名前などの情報を変更することにしました。何度かやり直したんですが、結構難しいというか、ややこしいところになりますね。
作業にノーションなしで起動します。複製して作ったスキルがとりあえず動くかどうか試していきます。ここで動かないようであればノーションを組み込んだり変更してももちろん動かないので、まずは確実に動くところを確認します。ボイスフローもメイクも久々に使ったので、これだけでも思い出すのに少し時間がかかりました。作業3、メイク上でノーションの接続をテストする。今回ここが一番の山場であり挑戦のポイントになりました。まずはそのままボイスフローと連動するメイクに入れられないかどうかということを挑戦しました。ノーションとメイクを連動するにはノーションのインテグレーションというものを作り、そこでできた情報をメイクに入れると連動するらしいのですが、これが何度やってもうまくいかないんですよね。いろんなサイトで情報を集めていった結果、やはりこの方法で合っているはずということで、もう一度インテグレーションの名前をコピーしてキーを入れてということをすると、あ、動きましたね。ちょっと時間が必要だったのか名前が間違ってたのかわからないんですが、これで動いたので OK とします。更新したいデータベースを選べたら、次は更新ができるかを挑戦します。まずは条件が簡単な指定のデータベースの中のお正月というタイトルのページを検索します。これはうまくいきました。その後、日付元データというデータ型の項目に今日の日付を使って更新したい対象である今日のページに的を絞り、運動ログという項目の現在の入力項目に情報を追加することに成功しました。これでノーションを使ってやりたかったことはできるという状況になりましたね。それでは、もともとボイスフローと連動していたメイクにこのノーションとのつながりを組み込んでいきます。設定したものをコピーできたら便利だったんですが、やり方がわからなかったので手動で設定していきます。はい、それではいよいよ完成テストです。ついにアレクサとつないでテストができます。アレクサデベロッパーコンソールにテストの機能があります。これはテキスト入力のテストをまずはして、音声でのテストはそこまで精度が高くないので本体の方でしたいと思います。自分で作ったスキルを実際のアレクサで使うには、審査を受けて公開する方法とベータテスターとして自分を登録する方法があります。今回はこの後者のテスターの機能を使ってやっていきます。ベータテスターは90日間期限があるので、これを切れるともう一度設定することが必要です。ではやっていきましょう。アレクサ、NOT 起動して。すみません、何をオンにしますか？ Fire TV で LNP パスを起動しています。アレクサ、NOT を起動して。Fire TV ではこちらが見つかりました。アレクサ、NOT 起動して。わかりません。ごめんなさい。アレクサ、NOT スタートして。Amazon Music でアレクサ、デート、一回落ち着こう。ちょっとよくわからなかったです。アレクサ、ストップ。アレクサ、NOT 起動して。運動内容と時間を教えてください。はい、動きました。ただ、やはりこのスキルの起動の部分が非常に難航しますね。何か起動しやすい呼び方はできないものかなというふうに考えているんですが、今はちょっとアルファベットにするぐらいしか思いついていません。スキルを公開すると、もっといろんな起動フレーズが登録できるらしいので、このスキルを公開するのも少し検討したいと思います。腕立て10分。腕立て10分。引き続き頑張ろう。じゃないんだよ。腕立て10分。10分。アレクサ、NOT 起動して。運動内容と時間を教えてください。ランニング15分。ランニング15分。引き続き頑張ろう。はい、成功しました。ちゃんと今日のページの運動ログに追加されていることが確認できました。ちょっと追加情報として記録した時間も追加するようにしています。
あと使ってみて気になったのが、運動時間が関数字になったり聞き漏れたりすることがあったということですね。ここも今後一工夫を入れていきたいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。なんとか欲しかったスキルを作ることに成功しました。メイクは久々に使ってみたんですが、やっぱり使うとワクワクしますし、何か他のこともやってみたくなりますね。今回課題になった数字の部分や、例えば入力されている内容から運動の合計時間を求めるとか、タイマー機能と連動させるとかもやってみたいですね。あと、Notion のクイックメモに音声でメモする機能も作っておきたいです。他にもこんなことはできないの？こういうものは作れないの？と気になった方はコメントしてもらえたら、また動画にするかもしれません。本日もご覧いただきありがとうございました。これからも IT を活用して皆さんの暮らしを便利にする情報を提供できるように、役に立つアイテムや便利なアプリなど研究して紹介していきます。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。